がね、池畑町の信号ですね。ここを入るんです。2回目です、2回目。ここですね。車の数も減りましたよ。そうだな。どうせならここに止めとこうか。さてはなビンタンマスだね。ちょいっとのおばせば浦島太郎さんのうおつりざおにちょいとにったり、あ、浦島太郎さんのうおつりざおがお目に止まれば女ぐっさみ、お目に止まればもっとへ。手拍子どうしたんですか。あさってさてはなビンタンマスだね。ちょいっと伸ばせば、ちょいっと返せば、ちょいっと返せば、ちょいっと返せば、なかなか返らない。だから、オラが在所の御門でござる。オラが在所の御門が、炭焼き小屋へと這い上がわり。炭焼き小屋がお目に留まれば、元へと返す。あさって、あさって。さてはなビンタンマスだれ。ちょいっと伸ばせば瀬田の唐橋から金ぎぼし、ぎぼしないのが女ぐっさみ、瀬田の唐橋お目に留まれば元へと返す。あさってあさって。さてはなビンタンマスだれ。東海道は50と3つぎ、中仙道は69つぎ、あんまたんのしくじく、なくてならぬはそば屋の看板、そば屋の看板、お目に留まれば元へと返す。あさって、あさって。さてはなビンタンマスだれ。ちょいっと伸ばせば、阿弥陀如来か釈迦文にか、ごっこうに見えれば女ぐっさみ、阿弥陀如来がお目に留まれば元へと返す。あさってあさって。さては南京たますだれ。ちょいっと返せば日本三景は天の橋だって、浮かぶしらほにちょいとにったり、浮かぶしらほがお目に留まれば元へと返す。あさって、あ、もうすぐ終わりますからね。さては何人だますだれ。ちょいっと返せば、ちょいっと返せば、日米国旗にさんもにったり、日米国旗がしだれやなぎに這い上がわり、しだれやなぎに飛びつくカエル、カエルいないが女ぐっさみ。あさてあさて。さては南京たますだれでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。危ないです。危ないので、あのお金は投げないでください。危ないので、投げるのは当たっても痛くないお金にしてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、あ、なかなか元に戻らない。なかなか元に戻らない。カジノを閉めて、
少し大体体が気持ちで止められるように運用していただきたいと思います。人気がありますね。クレープだ。カステラ800円。あ、800円。400円、500円。台湾だって。出てるようだね。あ、ここにね、ごま堂の昭天堂の開放っていうのがあって、まあ、弁財天を作られた秋川、まあ、正志さん、八臂の弁財天座像っていうのがお祭りされてるんですね。まあ、武士だから作られたんですね。18日19日イベント広場、日光猿軍団、こんな感じで、私はお坊さんのゆうけいさんって言います。今日はね、お坊さんがねマジックしましたらね、今日お昼から朝から来たって人いますか。今日天明寺、実はね朝5でねお焚き上げて、こう大きな炎をあげてね、法要、お坊さんがいっぱい集まって法要をしてたんですよ。それ参加したい人いますか。はい、俺一人だけプリンコちゃんもね参加してくれましたけども、あ、じゃあ皆さんマジックを見に来てくれたのかな。ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は張り切ってマジックやりたいと思います。私自己紹介しますね。急にこんなとこ来てね、誰なんやって思われるかもしれませんけどね、知ってる人もね、見てくれてるかもしれないですけども、私はゆうけいって言います。お坊さんでねマジックしてるんですけども、なんでお坊さんがマジックをしてるかっていうと、仏教の教えってはね、素晴らしいものがたくさんあるんです。みんなにね、その仏教を知ってもらいたいからマジックしてるんですね。ですからマジックの中でちょっとね、仏教の話が混ぜることもあると思いますけれども、皆さんそれも含めて楽しんでいただきたいと思います。それでは早速マジックしますよ。今日はね、お友達連れてきましたから、ここにね見えてますよね。これ誰ですか。クーさん。さっき見ちゃったからねそうなんです。クーさんです。あれ、チーズやってるんだ。ねえ、ほらねえ、手使ってね、ねえ、なんか知ってるわね。東京ディズニーランドだ。はい、今日はこのクーさんに手伝ってもらってマジックしたいと思います。いいですか。皆さんよろしくお願いしますね。はい、じゃあクーさんがマジックする。ねえ、ちょっとじゃあ、クーさん なんだって。クーさんもマジックできるんだって。クーさんのマジック見たい人ねえ、はい、ちょっと見てみましょう。じゃあ何、あ、なんか取り出してきましたね。お、これを引っ張ってって言われてます。ちょっとこの紐を引っ張ってくれる人いますか。
引っ張ってくれる？じゃあ前に出てきてください。皆さん拍手お願いしまーす。プーさんがなんか紐を用意したからね、これを引っ張ってみてください。あら、あら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 、ちょっと出方がちょっとあれでしたね。ねえ、たくさんの国旗が出てきましたね。ちょっと不思議でした？ねえ、不思議でしたね。ちょっとお手伝いで、ね、してくれたからね、今日はお手伝いをしてくれた人にここにね、おもちゃがあります。これをプレゼントしまーす。はい、続きまして、こんな感じでお手伝いしてくれた人にはね、今日プレゼントありますからね。はい、こんな感じでやっていきたいと思います。続いてプーさん、ちょっとプーさんに手伝ってもらいたいと思いますけど、もうこのね、手袋はいりませんから、プーさん外してもらいます。外してくれるから外してもらいましょう。よいしょ、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 ね、で、さらによいしょ、プーさんにちょっとハンカチ出してもらってもいいかな。 OK って言ってくれてるね。お、出してくれましたね、白いハンカチが出てきましたね。じゃあプーさんはもうこれでね、横で見といてもらいたいと思いますね。プーさん置いときますよ、ここに。ちょっとね、手がここにあるのを置いて、手が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 。いいですか？何色が好きですか？水色。水色。ちょっと今日はお休みやないね。それ以外でいいですね。それ以外でいこうかな。ちょっと誰かいるかな、他。はい。ありがとうございます。はい、どうもお願いします。緑。緑はさっき売り切れちゃったよね。それ以外でいきましょう。他なんかあります？あります？はい。黒はね、黒のシルクの色はないやね。それ以外やったら。なんで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 赤がいい？じゃあ。今聞いた中で、多分皆さんの中で一番赤っていう意見が多かったかな。ね、多かった気もします。まあ、そんな気もしないこともないですけど、じゃあこの白いハンカチをね、手の中に入れますよ。なんか入れます。赤が出る。赤が出る。ねえ。赤が出たね。もう一回で入れるよ。入れれば入れるほど赤に変わっていきます。最後まで白を入れると、赤に完全に。手に入ってる。もう一回やってほしいって。やりましょうね。赤いハンカチに手入れるよ。今度は何色になると思う？白。その通りです。白いですね。手に入れると、入れれば入れるほど、ね、白になります。もう一個さらに入れると、これ完全に白になるね。もう一回やってほしいって。赤になりますね。手に開いてるよね。完全に色変わってしまう。手に開いて。何て言うの？手に開いて。この手の中に何がありますか？この手の中に何があると思いますか？白色あると思う？じゃあもしこの中に何もなかったら皆さん拍手してもらっていいですか？この中に何ももしなかったら拍手してくれますか？じゃあ行きますよ。3、2、1、こうすると白いハンカチは。いいですね。こんな感じでね、どんどんやっていきたいと思います。今度はですね、これ使いましょう。あ、マスター、これ G ちょうど。このキャラクター知ってみてみますか？ミッキーマウス。ミッキーマウスやね。今日はミッキーマウスのノートを持ってきましたよ。ノートだからね、これ何も書いてないですね。白い真っ白なノートがあります。はい、このノートに今からおまじないをかけたいと思います。ここを2回トントンとすると不思議なことが起こります。じゃあここトントンとしてくれるって言いますか？じゃあまだ後でかな。じゃあここ2回トントンとしてください。トントンとしてくれたね。するとあれ、あれ絵が出てきましたね。不思議やね。
まだちょっと。はい。じゃあもう一回トントンとしてくれてますか。2回トントンとしてください。トントンしてくれたね。すると、あら、色がつきましたね。今度は。いいですね。でもこれじゃね、ノートとして使えないですから、もう一回トントンとしてもらおうかな。はい、じゃあまだかな。はい、じゃあトントンとしてください。まあ、2回トントンとしてくれたから、最後は元のノートに戻ります。不思議なノートのマジックでした。今トントンとしてくれないと手を挙げてください。ね、3人手を挙げて。じゃあ今日は、3人に、プレゼントを差し上げます。じゃあちょっとランダムですからね。じゃあどうぞ。どうぞ。で、どうぞこっちこっちから。はい、どうぞ。ね、参加してくれたらね、おもちゃがもらえますからね、皆さんお手伝いしてくださいね。じゃあどんどんいきますよ。今度もこんなん使います。なんかね、バラバラの紙がありますね。これ何が書かれてると思いますか。何が書かれてます。何だと思います。なんかね、何だろう。お、なのでなんだろう、こんなキャラクター見たことありますか。あ、ミッキーマウス。あれ、あ、ミッキー、ミッキーマウスだ。これ誰。ミッキー、ミニー、ミニーだ。これミニーちゃんね、ミニーちゃんね。ちょっとこれでもバラバラだから分かりづらいね。ちょっと見えづらい、何書いてるかよく分からないから、今から混ぜないかけますよ。ふっと混ぜないかけると、ミッキーマウスだから。あら、え、こっち来る。あ、ミッキーマウス。次はね、なんと完全に元に戻ります。次のポスターのマジックでした。次はね、次のことがどんどん続いていきますよ。どんどん。あ、お中に入ってた。あ、これで、今度もね、アラジン。アラジン。はい、これ誰ですか。アラジン。ね、ジーニーやね。ジーニーのロープを使ってマジックをしていきたいと思います。まあ、ジーニーのロープ不思議なんですね。これ柔らかいロープですけども、おまじないかけます。よく見といてくださいね。これ回します。1、2の3回すと、固まっちゃったね。じゃあこれにおまじないけます。え、こうすると元のロープに戻ります。不思議やね。もう一回いきますよ。よいしょよいしょ。3回回すと硬くなります、ね。でこっちまだ柔らかいね。こっちすごい柔らかい。まだまだ柔らかいですけども、おまじないぐーっと受けていくと、おお、あれ、どこも硬い。全部硬くなっちゃったね。おまじないぐーっと戻ります。ね、不思議やね。柔らかい柔らかい柔らかいロープですよ。でもよいしょよいしょよいしょ、こうやって振り回すと、またね、ね、こっち方ゆっくりとこうしていくとまた硬くなっちゃう。最後はえいっとマジックかけると、先っちょからよいしょ、柔らかくなってロープのマジック終わります。いやね、ミッキーのキャラクターが不思議なことでたくさん起こってくれます。じゃあですね、今まで、ね、ミッキー、ディズニーの仲間たちが不思議なことを教えてくれましたけど、次はね、ゆうけいさんが不思議なマジックをしてみたいと思います。あ、知ってる。こんなの知ってますよ。知ってる知ってる。何でも知ってるね。これね、これ見たことありますか。1、2、3、4、5、6本のリングがあります。リングがありますね。今からこのリングをつなげていきたいと思います。あ、リシャップね。ちょっと不思議なことしてみたいと思いますよ。いきますよ。これまずリングをよいしょ、おまじないでもリングがつながりますね。もう一回いきますよ。リングをぶつけるとよいしょ、つながりました。ちょっと不思議ですね。これちょっと触ってみたいと。はーい。
ね、じゃあまだ当たってない、まだ当たってないと大丈夫かな。当たってない。はい。はい。当たってないですね。はい。じゃあこれちょっとパーキングバター。どう？おかしいとこない？穴開いてない？大丈夫？磁石じゃない？危ない。この間にこっちを繋げておきましょうね。こうしてぶつけると。あら。はい。それから上にこうするとまだ。繋がりますね。外しましょうね。一つ目外しますよ。上から下に。もうすぐ外れます。こっちも軽く撫でてあげると。外れます。じゃあ、ありがとう。じゃあ今ね、これ3つのリングね、見てもらって、このリングにおまじないかけます。次は上から下につなげます。よく見ておいてくださいね。こうして、1、2の4つつながりましたね。4つつながると不思議なことが起こります。例えば、こんな形になったりね、こんな形になったり、よいしょ、こんな形になったり、いろんな形になりますね。じゃあこの4つのリングを今の元に戻して、さっきは上から下につなげましたからね、次は下から上につなげますよ。よく見ていてください。いきますよ。下から上に這わしていくとリングがつながります。東京五輪できない。東京五輪はちょっとできないです。練習しておきます。なかなかハードルが高くなりましたからね。ちょっと超えられなくて申し訳ないです。じゃあ5つつながりましたから、最後の1つもやっぱりつなげてみたいと思います。最後の1つつながったらみんな練習してもらっていい、ね、頑張ってつなげますからね。いきますよ。上から下にぶつけてつなげます。1、2の3、こうするとリングが全部つながります。あの、うまくつながってよかったです。今ねえ、リングの1つのリングに5つのリングがつながってますね。じゃあ今度は今つなげましたから外していきたいと思います。いきますよ。1つ目のリングを軽く撫でてあげます。そうすると外れます。2つ目の引っ張っていくと外れます。3つ目もよく外れて、4つ目も外れます。最後後ろから外れたら皆さんもう一回してもらっていいですか。それではね、さっきね、一番最初にゆうけいさんが皆さんにお話しさせてもらいました。私はお坊さんですから、龍慶さんはお坊さんですから、皆さんね、何か仏教のね、お役に立つ話、大切な話できないかなと思ってね、今日はですね、最後にロープのマジックをしたいと思います。ね、そう、ロープのマジックです。このロープのマジックをしながら、皆さんにね、大切なことをお伝えしたいと思いますのでね、最後聞いていただきたいと思います。はい、ここに2つのロープがあります。人というのはね、比べる生き物って言われてます。人、みんな人やね。人やね、みんな人間やね。いや、私人間じゃないですよって人いますか。いないよね、みんな人間です。人っていうのは比べる生き物って言われてて、同じような対象物、同じようなものがあると比べてしまいます。例えばお友達が2人いれば、こっちのお友達は好きだけども、こっちのお友達は嫌いだなとかね、好き嫌いっていうのは人間にあるから仕方ないんだけれどね、こっちは好きだけどもこっちは嫌いだなって思ってしまったりね、人間はします。このロープも一緒で、長い短いというのがありますね。長い方がいいとか短い方がいいとか、どっちがいいっていうのをね、勝手にね、判断しちゃう、決めつけちゃうんですね、人間っていうのは。でも例えば長さっていうのは一つの個性です、ね、好き嫌い、ね、いろいろあると思うけども、人はそれぞれ違います。みんな違ってみんないい。長さも一緒です。長いというのはどっちがいいかどっちが悪いかという決めつけるものではありません。同じ価値です。長さは違いますが、みんな同じ価値を持った者同士、
長さ一緒ですよね。長さがね、一緒ですよ。みんな一緒です。同じ命を持った者同士なんだっていうことを分かり合うことできればね、お友達同士でこうしてつながることができます。つながることができるね。で、このつながった気持ちを大事にすることができれば心を一つにする一つになった気持ちを大事にすることができれば、人と人との間にこのような輪が生じます、ね、人と人との間、人と人とのつながりのことを何ていうか知ってますか。今日はこれだけ思って覚えて書いてほしいんです。人と人とのつながりのことを日本語である言葉で表すんですね。大切な人と人とのつながりのことを何ていうか知ってるか。これを何と言うかというと、ご縁っていうのね、聞いたことある？そんなわからんこと言います。人と人とのつながりのことをご縁っていうね。わかることね。みんなお友達がいて自分がいますね。人と人とのつながりって大事です。お父さんとお母さんとのつながり、お友達とのつながりね、みんなつながりっていうのはすごい大事なんですね。だからぜひね、皆さんこのつながりを大事にしていただきまして、最後ね、さらに大きな声をあげていただきたいと思います。私はね、こうやって、ね、皆さんにお話をさせていただくのがお役目でね、いろんなところお話をさせていただいてますってね。ゆうけいさんが思うのは、みんなにね、ぜひね、仏教をね、知っていただきたいんです。仏教の教えっていうのは素晴らしいものがたくさんあります。これはね、皆さん、まだね、お若いかもしれないけども、若い方から、年を重ねた方まで大切な教えだと。私はこのように強く思いますので、ぜひね、こうやってお寺に来ていただいた、ね、きっかけに仏教の教え、このね、仏様の教えっていうのを、興味持っていただきたいなと思う次第でございます。ということで、今日のマジックは以上で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあまだまだね、本堂の中で仏さんいっぱいおられます。真ん中の仏さんね、怖い顔してますけどね、皆さんを守ってくれる仏さんです。なかなかね、仏さん近くで見ることないから、ぜひね、皆さん見ていただきたいです。ここまで近づけますからね。ここまで近づけます。で左側の仏様は、皆さんご存知の方もいるかもしれないです。はい、弁財天さん。この弁財天さんは、秋川弁財天さん。秋川さんね、皆さんご存知ですか？千の風になってるね。あの方が、千の風になってる、あの歌手の方が作られた弁財天なんです。そしてね、ということで、ぜひね、そちらの仏様を返していただいて、ご覧、土地を後にしていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。